皆さんこんにちは、ミャオフォー散歩でございます。今回はですね、こちらの肉味噌カレーを食べにやってまいりました。道を渡ります。新名古屋飯ということになっているみたいですね。さあこちら見ていきますとね、なんと川村市長の、こんな認定証ですね、こんなのが看板に載ってます。肉味噌カレーのね、研究所って書いてありますからね、どんなカレーなのか気になります。店の中はこんな感じ。そしてですね、やってまいりました。これ肉味噌乗ってますね。肉味噌、圧倒的肉味噌。さあそしてですね、これです、ネギです。カレーにネギを入れるのか、初めてです。ちょっとね、初めてなのでビビってます。少しだけ乗せました。考えてみるとですね、私はカレーうどん大好きなんですがね、カレーうどんを食べるときにはね、ネギたっぷりめに行くわけですよ。なのでカレーとネギって実はね、合うんですね、後から考えてみたら。しかし普通のカレーライスにネギをかけたことはない。考えてみればね、玉ねぎも入ってるわけですからね、もっとたくさん入れてもね、全然問題ないわけですよ。そしてカレーのとろみはこんな感じ。ちなみにカレーは普通な感じ、しかしね、肉味噌と相まってですね、ちょっと和風な感じがするのは確かです。そしてね、途中卵の黄身を崩して混ぜて食べると、カレーライスっていうのはそもそもね、和食だと私はそう思ってるんですけどね。それにネギを加え、卵を加える、そして味噌味、さらにね、和風要素をね加えてきたなと。この味噌味っていうのはですね、それほど主張が強くないので食べやすいです。このお店、この間のトゥクトゥクでね、ご紹介した大須っていうところにあります。大須の商店街にね、挟まれた位置にあります。大須観光のついでにですね、寄ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回の散歩はここまでです。また次回お会いしましょう。ジャパニーズトーク。